耳舐めしろや、死ねえよ、あ、してあげる。ベロ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 、はい、ベロベロ ASMR 待ってます。ダメだよ、そんなん、そんなん言ったらもう我輩のことみんな好きになっちゃうじゃん。練習する、耳舐める練習するわ。こんばんは、チャンネル登録しました。あ、やべ、絶対にこのタイミングじゃないわ。汚くて草、言い過ぎだ。ちょ、我輩にだって心があるんですよ。汚いとか。耳舐めでガチ恋になりました。絶対嘘やん。仕事なのに可愛くて寝れない。お仕事頑張ってください。ピロ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 。耳舐めに綺麗ってあんの？確かに。だってさ、耳舐めってエッチやん、普通に。ってことはさ、別に綺麗ではないよね。舐めすぎやって。お前らも我が輩のこと舐めてんだろ。お互い様だよ、それは。別に我が輩がベロベロしたんだって、お前らだって我が輩のこと舐めてないから。今、我が輩の配信見てる人、画面ベロベロしてるんでしょ。確かに、ごめん。なんでわかったの？ほら、ほら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 。携帯ってどんぐらい汚いの？ちょっと携帯の画面どれぐらい汚いか調べちゃおう。我々にはインターネットがある。携帯の画面どれぐらい汚い？スマホはトイレの便座より汚い。お前ら便座舐めてんだ。でも便座ってさ、トイレしても流すじゃん。そんな汚いかな。なんかトイレの便座じゃなくてさ、トイレの床とかだったらわかるよ。便座だったら絶対床より綺麗じゃん。あ、便座って座る方か。座る方だったらじゃあもうお尻じゃん。女子トイレとかだったら舐めれるでしょ、普通に。いや無理か、それは無理か。ちょっとキモいな、普通に。ちょっと今のは取り消しとくわ。我が輩のちょっとキモすぎや。そう、さっきちょっとやばかったわ。トイレの話やめようよ。このトイレの話やめよう、一旦。壁とかじゃない。じゃあ我が輩のマジの壁、マジの壁はだから手だから。手と歯、わかる？歯。お前が始めた物語だ。そう、だから我が輩が終わらせるんだよ。キラヨシカゲで草、うるせえな。別に爪保管してねえわ、切った時。君の相葉がズキュンドキュン走り出し、バキュンブキュンかけてゆくよ、こんなレースは初めて。